あなたは堂島組の若頭補佐久世さんから風間さんをスパイするように言われました。風間さんの隠し持つ空の一壺の情報を探れと。風間さんが隠し持っていた情報、それは空の一壺の所有者を見つけ出すことのできる人間、つまり私のことです。あんたが。我々は空の一壺をめぐる争奪戦で、あの堂島組より大きく先へ進んでいる。いずれそのことを知れば、彼らは激怒するでしょう。本気で潰しにかかってくるはず。ですが、それを承知で、あなたが我々と手を結ぶことを、他ならぬ風間さんが望んだ。私が風間さんからあなたのことを託されたのは、半年前、あの人が刑務所に入るよりも前のことです。風間さんは、クセがあなたに近づくことも、あなたが組にいられなくなることも、ほぼ見通していました。まさか、いくらお休んでも、そんなことまでわかるわけないだろう。風間さんは堂島組どころか、東城会という組織で、頂点へ上り詰めるだけの器量を持った人間です。その懐はあまりに深い。風間さんにとって、あなたの周りに起こることを予測するのはたやすいはずです。そしてその風間さんが空の一壺を手に入れる目的は、おそらく自分の身を守るなどということじゃない。あの人はもっと大きなもののために絵を描いてるはずです。だったらなんで今おやすさんは無所に入ってるんだ。それすら風間さんの計画のうちではないかと、私はそう信じています。なんだと。バカな。ご理解いただけましたか、桐生さん。立花、あんたがおやすさんの意思を託された人間だって証拠はあるのか。風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか。あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだおやすさんって人がどういう男なのか、まるで分かっちゃいなかったってことか。だが、あの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日、おやすさんに逆らって極道になった時から、そう決めていた。ではこれから、どうぞ、よろしくお願いします。
Tja, da hat wohl jemand vergessen, sein Mikrofon zu unmuten. Wir sind in Osaka und außerdem in der nächsten Folge. Tja, kann passieren. Das kann schon mal passieren. Grand. Pam, padam, pam. Oh, Alter. Ach du Scheiße, Mann. これはすごいね。 東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。 そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。 蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんてタコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。 いや、先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから今日はたっぷり楽しんでもらわんと。 さあ、行きましょう。 本当に大丈夫なの? こっちってこれもん多いって話じゃない。 そないなことありまへんて。 もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。 でも蒼天堀って言ったら あの近江連合のお膝元でしょ。 町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ。 まあ ましてやこの手の店なんてもう。 あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。 やっぱり私帰るよ。 大丈夫ですって、ほんまに。 物騒な店も確かにありますけど、 この店に限っては絶対安心。 折り紙付きです。 あれは確かにヤーさんやけど、 この店じゃおとなしゅうしてますよ。 妙にこの店の肩を持つね。 まあまあ、細かい話は抜きにして。 さあさ、まずは座って一杯やりましょう。 ねえ。 ほら、さあ。 でもね。 こんばんは。 失礼します。 いや、こんばんは。 どうです? 女の子も粒揃いですやろ。 この方な、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。 ほら、君らも顔売っとき。 やっぱり偉いさんなんや。 なんか貫禄ある思た。 東京から来はったんですか? かっこええですね。 こっちにはよう来はるんですか? いや、今回はたまたま出張でね。 ここもこの人に無理やりね。 そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと。 あたしの面目丸つぶれ。 頼むで。 なんや、責任重大やわ。 じゃあまずはお飲み物からやね。 何言っちゃいます? どれ? シャンパンで10万か。 やっぱり結構するもんだね。 そしたらまずシャンパンいっときましょか。 おいおい、大丈夫か? 10万だぞ。 大丈夫。 先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。 シャンパンね。 ありがとうございます。 でも1本でええんですか? え? せやね。
東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます？大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前、お願いします。すごい。うまいな、もう一杯や。社長さんすごい。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったのはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わってそこから急に。ふーん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もうすっごい。ほらここやここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね、このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼ってあの男か。ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。え？せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。
お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええどけおや。てお客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、いっちょ景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。へっ、まだそんなこと抜かすか。なめおって。さあ、ショータイムや。Drunkards, und los geht's. Wir spielen einen anderen Charakter. First Law of Management. Mit dem Fuck Playstyle. Customer is King. For now, much a customer to make a move. Evade the attacks. Ja. Second law of management. The customer is king, even in the worst times. Patience shall be rewarded, as now it's time to show a customer the ultimate in hospitality. Keep going. Right, he's a customer is king, right? Yeah. Okay. Oh, jetzt hat er eine Idee. Oder? Ja. Kicken desu node, kochira wa owazukari itashimasu. Wow. Da muss ich auch mit klatschen. Krass, Mann. Ohne den selbst anzugreifen. Wow. こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。
一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい。夜の世界の流儀として酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば年間接待費は億を下らないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんならこの場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。